はいどうも、ミスコモンジさんのケイです。深夜です。ゆきです。お前そうなの？そうだよ。俺見てる時にフォローしてたもん、2人。ちょっと今日なんだけど、俺何するか知らないんだよ。はい。俺も知らない。はい。持ち込み企画です。あら、何ですか？まあね、今日僕はスピンズでモデルをしてきました。はいはい。なるほど。その時にいいものがあって、これ買いますと、それをちょっと紹介したいなと。あー、じゃあつけフードね。いや個人的に金もらった？いや、もらってない。リアルじゃない。本当のやつだ。なるほどね。本当にいい。ユッキーがいいっていう思う時は本当にいいからね。じゃあ見せるよ。お、はい、これです。あー、はいはいはい。なるほどなるほど、分かった分かった。そう、ビーズ系のネックレス。はい。あ、ネックレスか。そう、流行ってますよね。本当、なんかね、最近はまあ、パールネックレスも結構主流になってきてるじゃん。さらにちょっと最近もっと流行ってるこのビーズ系。そう、お花とかついてるのが流行ってるよね。流行ってるんだよ。ニコちゃんマークとかさ、はいはい、うん、あるよね。なんかそういうのがちょっと流行ってて、やっぱカラフルなんだね。そう、パールよりもよりカジュアルにカラフルに。これをね、ちょっと紹介したいな、紹介したいなって言うんだけど、うん、どうしようかね、企画。どういうこと？嘘だろ。しかも名前もわかんないんで、まあ、これも K が調べてくれるんですけど、詳細がわかんないのね。そう、で、教えたいと。聞いたんだけど、スピンズって結構レディースが多いらしいの、お客さん的に。まあそうなんだ。で、メンズとかも結構レディースが買うっていうから、うーん、とかで高いところでしか売ってなかったりするから、うん、でもこれってさ、多分まあスピンズだから安いじゃん、うん、これ手に入ったら超みんな喜ぶんじゃないかなと思って紹介したいなと思って、うん、しかもなんかすげえ夏っぽいと思った俺。うん、そのために今日ちょっと白 T 着てこういう感じになるのか見せていきたいと思います。はい。喋りすぎたな。企画頼むね。喋りすぎたな。それじゃあ早速いってみよう。今日はこの2人主役なんでね。この2人っていうかね、この2つが主役なんでね。受けてみました。そう、今までにない価格で挑戦してますけど、ね、ユッキーがつけてる方がフラワーモチーフパールネックレス、お値段3520円。こちらワンサイズですね。シンヤちゃんがつけてる方がカラーパールネックレス、お値段2750円。はい、こちらもワンサイズ。オッケー。こんな、めっちゃカラフル。俺のやつはパールとパールの間がなんか色が入ってる。カラーのビーズとフラワーのビーズがついてる。可愛いですね、こちら。なんかやっぱ夏シンプルになるじゃない。ああ、シルバーアクセ紹介したよ。まあ、シルバーアクセは本当にもう入りです。でそこからパールネックレス取り入れる人ワンランク上だと思います。さらにその上を行くビーズネだね。パールネックレスが来てさ、まあ夏が来て、パールネックレスの唯一の弱点である白 T と同化しちゃうっていうのをうまくこうね、こう来たかと思ったね。結局白 T だったらもう映えるし、うん、シエちゃんのこのプリント T があってもちょっと色が入ってることによってね、こう拾えたりするんですよ、うん、なるほどね。そう、ちょくちょく回収してるから。なるほどなるほど。良さでもあるよ、ね、古着っぽくなるね、こうやってプリント T に合わせたりすると、うん、めちゃくちゃ俺これ着けてる時に、なんか絶対顔朝、うん、この2つで悩める、どっちつけていこうかな。もう両方こう前提なんだね。もう両方悩めることが幸せだなと思った。なるほど、また遅刻しちゃうよみたいなね。確かにそれだったら許してくれるかもしれない。あ、ほんと？許す。なんで？2人許してくれる。俺が許さねえかと。許す許す。ネックレスどっちがいいかなと。こっちにしちゃう。絶対許さねえ。でもそっちかー。そっちかー。これは遅れるね。そうそうそう。後ろでただ一人絶対許さねえからずーっとちっちゃいですからね。でもなんかこういうのってさ、重ね付けとかもなくなってくるなと思って、はいはいはい、重ね付けが普通のシルバーアクセとの重ね付けもやってる人いるし、上級者だったらルームレッドのやつって短いのだから、それとまあこれのちょっと短い辺でレイヤードになる感じとかも、全パールでもないから、ジュンレッドは特に金シルバー入ってるからさ、異素材な感じもいい、違う長さで重ね付けするみたいなね。ネックレスのレイヤードもね、ちょっと上級者はしてて、まあ、よく見るよ、うん、よく見る。そういうのもこういうビーズ系と他のアクセやれたらなとか思って種類買ったという、もう報告ですよね。ね、報告だよね。本当に報告会です。でもね、なんかこうおすすめしたいなと、うん、みんなにも安いからさ。だから3000円台2000円台、こっちが3000円台だよね。そうそう、こっちが2000円台だと思う、はい、みんなも多分トレンド追いたい人多いやん、はい、見てくれてる人たちって、ね、敏感な人多いもんね。そうだから、こういうのどこに売ってるのか分かりづらくない？こういう小物系は特に思うよ、うん、むずいんだよ。だから多分正解が出たよ、スピンズに売ってます。スピンズこれね、スピンズは安くて、うん、マジでいい。しっかりしね、重さもあるよね、ちゃんと、うん、そう、チャッチくないよね、うん、安っぽくない。こう、マジでおすすめ。ゾゾとかには普通に売ってる。売ってます。ゾゾに売ってるんで、リンク貼ってあるんで、はい、
俺らで売り切っちゃおうぜ。なんかさ、まあどっちもなんだけど、すごいね、女の子でもつけられそう、うん、本当に。だから夏のカジュアルカップルおそろコーデできるよこれで、うん、ぜひチェックしてみてください。はい、というわけでこのチャンネルではトレンドやおすすめアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。僕たちの SNS 概要欄の方に貼ってあるので、そちらの方フォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャ。初めての科学だったけどさ、俺めっちゃ首長くね。皆さん、ミスター横国ナンバーフォーに投票してください。 K です。ミスコンの女の子と仲良くなりたい深夜です。ユキです。ちょっと待って、なんかちょこれ一旦保留にしよう。一旦保留にしよう。でもう一回違うやつ取っとこう。流すのはいいから。流すのはいいから。